はい、皆さんこんにちは、116ウィンズです。最近まあちょっとサイン盗みの話題ばっかりで、まあ何か他の話題ないかなとちょっと探していたら、まあちょっとどうもですね、新しいルール変更がまたあったみたいで、ちょっと今回はそちらについてご紹介していければなと思います。で、そのルール変更なんですけれども、まあ二刀流関連でして、で、エンゼルスのビリー・エプラー GM が MLB ネットワークのラジオに出演した際の発言なんですけれども、大谷翔平のような二刀流選手を故障者リストに入れずにリハビリのためにマイナー出場ができるようになったみたいなんですね。で、これまでその、まあ、怪我のリハビリのためにマイナーの試合に出場するためには、まあ、故障者リストに入っている必要があったんですけれども、まあ、例えば二刀流で、まあ、大谷のようにこう打者としての出場ができても、まあ、ピッチャーとしてはまあ怪我のため出場できないような状態の時に故障者リスト上の対応をどうするのかっていうのがちょっとどうも検討されてきていたみたい で、今回ですね、ルール変更の中で、まあ、そういった選手に対してマイナーで試合に出ることがどうも可能になったみたいですね。で、このルール変更というのはエンゼルスにとって大きなメリットを生み出しますし、まあ、今後二刀流の選手を育成するチームにとっても大きなメリットを生み出すことになると思いますので、まあ、ちょっとメリデメについてこの後ご紹介したいなと思います。はい、で、エンゼルスのメリデメをこちらにまとめました。まあ、一応今のところ、まあ、このルールで恩恵を受けるのがエンゼルスだけなので、まあ、とりあえずエンゼルスというところにはなってるんですけれども、まず大きなメリットとしては、大谷翔平を故障者リストに入れずに、まあ、近くのマイナーのこうカリフォルニアリーグですとか、あとはパシフィックコーストリーグに派遣できる点ですね。で、エンゼルスのシングル A プラスの、まあ、インランドエンパイア 66ers って本拠地がサンバーナディーノというところで、まあ、アナハイムから非常に近いところにあるんですね。まあ、車で1時間程度なので、大谷にも負担をかけずに、まあ、移動してこうリハビリしてもらうということが十分可能なんですね。まあ、故障者リストに入れずに、まあ、リハビリを進めるわけですから、まあ、当然ですね、マイナーの試合に出ないときは、まあ、メジャーの試合に出てもらう必要があるわけですよね。なので、まあ、極力、このマイナーの試合に出場するための移動の負荷っていうのは、まあ、エンゼルスとしても抑えたいところであるはずだと。で、ちょうどいいところに、インランドエンパイア 66ers というチームがありますので、まあ、全然ですね、移動の負荷をかけずに、大谷のそのピッチャーとしてのリハビリを進めることができるというのは、まあ、かなり大きなメリットですよね。また、もう少し高いレベルで、まあ、プレイさせたいというところであれば、まあ、AAA のソルトレイクビーズに帯同すれば、たびたびサクラメントですとか、まあ、他の西海岸の都市で試合をする機会もありますので、まあ、そちらに帯同してリハビリを進めるということもできるので、大谷の打力を残しつつ投手大谷のリハビリに関していろいろな選択肢を持てるという意味でも、まあ、エンゼルスにとっても大きなメリットのある変ルール変更なのかなと思います。で、強いてデメリットを挙げるとしたら、まあ、大谷をマイナーへ派遣している日はエンゼルスは一人少ない状態で戦う必要がある点ですかね。日本のプロ野球なんかだと、若手選手が昼に2軍の試合に出場して、夜は1軍の試合に出場するというような、まあ、形を取れるんですけれども、まあ、少なくとも今回のそのルール変更に関しては、まあ、そういったその昼は例えばマイナーの試合に出て、夜はメジャーの試合に出るっていうところはちょっと認められないみたいなので、まあ、どうしてもエンゼルスは1人少ない状態で戦う必要が生じてしまうんですけれども、ただ来シーズンからはロースターがこれまでの25人から26人に1人拡大されるので、まあ、大谷がマイナーに行ってる日でも、まあ、これまで通りの25人では一応戦えはするので、まあ、そこまで影響はないんじゃないのかなというのは個人的には思いますね。で、エプラー GM も、まあ、ラジオの中で、まあ、1人少ない状態で戦う必要はあるんだけれども、まあ、そこまで影響はないという話だったので、まあ、ここでデメリットに挙げてはいるんですけれども、まあ、実際にはそこまでこう影響はないのかなっていうところですかね。はい、で、最後に来シーズンの大谷について話してこの動画を終わりにしたいと思います。昨年の9月に大谷膝の手術を受けたので、まあ、少しですねトミー・ジョン手術からの投球の復帰が遅れている状況になっています。ですので、もしかしたらメジャーでの投手復帰っていうのは開幕後にマイナーで何回か先発をこなした後になるのかなというのはちょっと個人的に予想しているところです。で、仮に、まあ、メジャーで投手復帰を果たしたとしても、まあ、イニング数もかなり厳しく管理される見込みだそうです。まあ、やはりですね、日本ハム時代の2016年以来大谷フルシーズンで投げられていないというところが、まあ、どうしても挙げられますので、まあ、イニングの管理っていうのはかなり厳しく設定されるのではないかなというふうに現状言われているところですね。まあ、なのでエンゼルスとしては先発ローテーションを
まあ、従来の5人から、まあ、6人で組んでみたり、まあ、あるいは大谷の先発登板を何回かに1回こうスキップさせて、まあ、イニング数っていうのをまあ管理していくのかなっていうのはちょっと個人的に予想しているところですね。来季の大谷に関しては、まあ、いろいろな制約は設けられそうではあるんですけれども、ただやはりエンゼルスの先発ローテーションを考えると、やっぱり大谷がいるかいないかというのは大きな違いにはなってきますので、まあ、今回の新しいルールを使って、まあ、うまくですね、こうリハビリを進めながら、まあ、投手復帰をしていければいいのかなというところで、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、こういった MLB の話題を皆様にご提供できればと思いますので、まあ、ぜひですね、チャンネル登録の方もしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。